はい、どうも、こんにちは、レイマーズです。今日は、つなぎ、まふえちゃんの誕生日です。おめでとうございまーす。おー、始まりましたー。ちょっと見せてあげ、見せてあげ。はいはいはい。まふえちゃん、おめでとう。あ、キラキラくんたちも集まってきたね。来てくれるな。キラ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 キありがとう。って全然嬉しそうじゃないんだけど。あれ、誕生日のお祝いあんまりしない派？うん、家族や友達にも祝われたけど、どんな気持ちでいるのが正解なのかわからないの。よくある、よくあるのは産んでくれてありがとうみたいな親への感謝の気持ちとか。は？なんで自分のお祝いなのに親に感謝するわけ？だって、親がいなきゃ自分は生まれてないじゃん。うん。真冬、正解とか気にしないでどう感じたのか考えてみたら、どう感じたか。歌、え？前に5人で歌を歌った時の気持ちに。なんとなく近いかもしれない。それならあの歌もう一度歌ってみる。真冬の気持ちわかるかもしれない。うん、そうだね。まったく、本当に世話が焼けるんだからと言いつつ歌ってあげるんじゃん。みんなも準備はいい？じゃあ、いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おあれじゃん、ありがとう。いいのにな。へい。あ、かわいいの、あれじゃん。この大人しさは、大人しさ。うおい。ワン、ツー、スリー、フォとわふちゃん。これは今になってから分かるよ、俺の、俺ぐらいになったら。俺ももう、あのね、俺もね、あと2日誕生日だから。神神、ありがとう。いや、楽しかったよ、ありがとう。楽だった。うん、分かった。はあ、全然。けど、分からないって言わなかっただけ、ちゃんと感じようとしたってことでしょ。うん、真冬頑張った。そうかな。真冬が誕生日のお祝いをどう受け止めたのか私には分からないけど、私は
真冬が生まれてきてくれて、一緒に曲を作れて嬉しいよ。あ、ほら、キラキラ君たちもそうだって言ってるっぽいよ。そう、そうなんだ。本当に私が生まれてきてよかったって思うの、うん、ほらね。じゃあそういうことにしておく。今日はありがとう。それじゃあまた。もうね、待って、ありがとう。さらっと終わってました。全然通じないってくらい。おう、オッケー。じゃあプラン世界の会やってみますよ。オールカネー、おめでとう。昨日俺だったけど昨日俺だったけど。こうやってたくさんの人たちに記念日のお祝いをしてもらえるなんてとても嬉しいわ。オッケー、うん、私たちにもお祝いさせて。オッケー。あら、リッパチが来てくれたのね。オッケー、わかった。俺も来てあげる。だってルコの大事な記念日だもん。配信やる。駆けつけないわけにはいかないわ。よし、わかった。じゃあ俺来てあげるわ。何やんの。お祝いしようよ。じゃ、そうだね、みんなも用意はいいかい。あ、お、じゃあやろうぜ、マジで。じゃあやってあげる。ありがとう。じゃあやってあげる。あのミラティブとティッチ開いてあげるから。ありがとう。ティッチ。これからも歌に込められた思いをしっかり伝えられるように歌っていきたい。その気持ちを込めて。みんなのために歌わせてもらいたいのだけど、いいかしら。え、それじゃあ。あ、来た。みんな、聞いていてね。うん。ルカネ、はい、あ、これもできるんだ。そっか、振り回すの。あー、ちょっと待って、それ知らなかった。お、来てる来てる。ルカネ、
あ、やべえ、分かったと思った。みんな、聞いてくれてありがとう。いや、ありがとう、ありがとう、ありがとう、俺かね。こちらも。どういたしまして。うん。ねえ、ルカ。あ、オッケー。一応フレンドもさ、受け付けるからですよ。フレンドライブを。僕の記念日だからね。思い出に残る日にしたいな。ええー。私たち、ルカのためならファミ切っちゃうわよ。いいよ、じゃあ明日やろう。大切な仲間や。ここにいるみんなに、たくさん祝福してもらえたんだもの。幸せな気持ちで、もう胸がいっぱいよ。本当にありがとう、みんな。お祝いできてよかったね。分かってるかね。みんな、今日は本当にありがとう。自分がどれだけたくさんの人たちに大切に思ってもらえているかを改めて感じたわ。みんなに恥じない私でいられるように、これからも思いを込めて歌い続けるわ。だから応援よろしくね。プロセカラーありません。いやーだなんか5時にあれかな、あー、OK、ご一緒にしました。ありがとうございます。あ、じゃあこの後ね、あの、福下飛ぶんで、福下ね、飛ぶんで、ちょっと板橋切ってまた歌います。